はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。23年11月20日時点になりますが、シュートスキルまとめ、やっていきたいなと思います。ということで、今回の動画、えー、パート2、まあ、2つ目ということでね。まあ、シュートスキル、ちょっとね、こういうスキル含めたらだいぶ多くなったので、分けさせていただいたんですが、えー、1の方はね、すでにも上がってると思いますので、続きの、えー、ところからやっていきたいと思います。まあ、このね、後半のところね、まあ、結構強力スキルの説明とかも残ってるので、 まあ大事な、大事な、うん、まあ動画になってくるんじゃないかなと思いますので、まあしっかりとね、こういったところを抑えて、まあ今後のね、ぜひ J クラライフに活かしていってほしいなと思います。まあただね、新スキルも結構ね、定期的に出てきますし、まあ後半シーズンね、これから限定またいろいろね、まあ後半につれて結構ね、いい限定とか出てくると思うんですが、まあ普及率とかもね、特にまあ上位スキル上がってきますし、 まあ、その、プラスね、まあ、新スキルが出たりとかして、またスキルごちゃごちゃに、ね、なったりとかすると、まあ、やっぱりね、基礎を覚えておかないと、そこにね、まあ、自分を、なんていうかな、自分的に整理する段階になった時にね、なかなか、どのね、やっぱり整理しにくかったりとか、まあ、結局そのね、下のところが上かってないと、まあ、結局グダグダになったりとかしかねないので、まあ、しっかりとね、まあ、半年に一回ぐらいは皆さんもね、精査して、 はい、えー、しっかりとまとめておくようにしましょうということでね、はい、今日はね、この半年ぶりぐらいですかね、ちょうど前回が23年4月とかだったんでね、まあ、シーズン始まってほんとすぐぐらいだったんで、まあね、ほんとに半年ぐらい経ちましたので、はい、一旦ね、押さえておいてほしいなと思います。ということで、じゃあここからですね、えー、順にまとめていきたいわけなんですけれども、じゃあまず一つ目のスキルは、えー、ここはもうね、まあ定番ですね、異次元シュート系のスキル。はい、見ていきましょう。ではこちらです。 はい、ここは WA、えー、スキルが超次元シュートの裏 IP30%、A が異次元シュート、B が無回転シュートの、えー、スキルとなってます。はい、ということで、まあね、今超次元シュートのね、普及とかもすごく進んできてまして、まあね、やっぱり勢いのある、まあ常にね、まあシュートスキルの中心にあるスキルと言ってもいいんじゃないかなという、いわゆるね、まあこの異次元シュートスキルなんですが、まあ今後ね、この上というところに関してもまあ伸びていきそうな、 まあ当然ね、雰囲気はありますね。というかもう秒読みなんじゃないかなと。まあ今シーズンのその終盤の限定とかでも、まあこの裏 i ピ50%の上のところというところが出てもおかしくないし、まあ来シーズンのストライカーぐらいまでには、まあ少なくとも出てるんじゃないかなぐらいの、はい、勢いでね、普及してるので、まあここは上位スキルのね、登場が結構ね、近々、まあ近いうちに濃厚に、 はい。なってきてるんじゃないかなと思うので、ま、しっかりね、今の段階で、ま、ここはね、ある程度分かりやすいですけど、あんまりごちゃごちゃになるところじゃないと思いますけど、ま、しっかりと押さえておいてね、はい。ま、この上にまた新スキル来た時にしっかりとね、あの、また見れるようにね、ぜひ皆さんも整理しておいてください。ま、当然ね、シュートスキルの中でもね、ま、あさっき言った通り中心になるスキルなので、ま、あ今後ともね、ま、使う機会多いと思いますので、ま、多いんでね、ま、あ覚えやすいとは思いますけど、え、しっかりと押さえておいてください。 はい。じゃあ続きましてのシュートスキルは、ドロップシュート系のスキルですね。はい。ということで、ここ見ていきましょう。こちらです。はい。ということで、ここはご覧の通りの2つですね。はい。まず、WA スキルね。ここ、ドロップシュートの裏 IP30% が、急降下ミドルシュートとなってます。まあ、ドロップシュートもね、最近近況本当にね、あの、普及してきまして、まあ、特にもう急降下ミドルというよりは、もうドロップシュートが普及してきてる段階ですね。 で、ちなみに、まあ、急降下ミドルもドロップシュートも去年出たスキルなんで、まだね、日は浅いんですけれども、まあ、浅い割にはね、あの、中止になりつつある。まあ、正直、長次元シュートと普及率そんな変わんないと思うんで、まあ、ぐらいね、特にサイド、ね、系の選手、まあ、ウィングの選手とかね、まあ、シャドウできる選手とか、まあ、CF できる選手も含めて、まあ、いろんなね、範囲で結構重宝されるスキルなので、 はい、ここはね、今後、まあ、ここもね、ちょっと上とかが、まあ、もうちょっと来ても、まあ、おかしくないかなと。まあ、今の普及してる感じで、ドロップ中と見ると、まあ、そのうち出てきそうだなというね、あの、想像はできますので、まあ、ここも、うん、近いうちに、まあ、今日スキルとしてまたね、えー、新スキル裏、裏エピ50%のやつが出ると思うので、まあ、しっかりと、えー、ここもまとめておいてください。 はい。じゃあ続きましてのスキルはカーブシュート系ですね。ここがね、ちょっとね、ごっちゃになりやすい人も多いと思うので、しっかりと見ておいてください。ではこちらです。はい。ここは最上位スキルがトリプル a スキルのクレッセントカーブが裏 EP50%、a w a がコントロールカーブが裏 EP30%、A がテクニカルカーブ、B がカーブシュートとなってます。 はい。まあ、ここはね、よくごっちゃになるところね。うん。まあ、テクニカルカーブとコントロールカーブ、特にこの二つのね、上位関係がね、正直ね、ま、あその、いろんなスキルね、まあ、その、別にシュートスキルに限らずですけど、ありますけれども、まあ、正直一番ごっちゃになりやすいんじゃないかぐらいの、うん。まあ、登場時期も結構近いんですよね、実はこのスキルね。だから当時やってた人とかも結構ごっちゃになりやすかったりとか、で、今ね、始めたての人とか余計に、 ちょっと分かりにくいですよね。テクニカルカーブとコントロールカーブどっちが上なんだって言われても、そのなんか名前で優劣があんまりなさそうというかね。まあそれもあるんで、はい。ちょっとね、ここは覚えにくいところなので、まあ特にこの WA と A スキルの、えー、上下が逆にならないようにね、しっかりと覚えておいてください。まあクレッセントまで行けばね、うん、まあ覚えやすいでしょうけどね。まあちょっとここはなんか強そうなというか、まあ大体ね、これ J クラあるあるでよくね、まあ言ってるんですけど、基本的に名前が長くなれば上位スキルと思った方がいいです。 基本的にね、まあ、全部が当てはまるわけじゃないですけど、大体これに当てはまるんで、まあ、テクニカル5文字なんでね、コントロールは6文字なんで、まあ、そういう覚え方でもいいと思います。でも、クレセントとコントロール一緒なんでね、そこはちょっとね、まあ、 はい、うまくね <laughs> 全部に当てはまるわけじゃないですけど、まあ、大抵なんかね名前長くなるとちょっと上位スキルっぽくなるんでね、はい、そこはなんかある意味一つの、まあ、見え方としてね、はい、考えて、まあね、頭の中の片隅ぐらいにもね置いといてもいいかもしれないですねはいここはしっかりごっちゃにならないように気をつけておきましょうはいじゃ続きまして、えー、ポストプレイヤー系のスキルね見ていきましょうこちらです はい、ここはトリプ、えー、ちょちょ WA スキルがパーフとトポストプレイね、フライピー50%。A がポストプレイヤーで、フライピ30%となっています。まあ、フォルスナインとかもね、まあ、これに近いところになるんですが、一応多分上位スキル等のね、記載は多分なかったんじゃないかなと思うので、というところでちょっと一応分けときたいなと思います。まあ、とりあえずポストプレイヤーの派生としては、この2つと見ていいんじゃないかなと思います。まあ、どっちもね、あのー、フライピー乗ってますし、まあ、スキルも軽いんで、まあ、ボールキープするようなね、スキルですけど、 まあ、やっぱりクラチャンで重宝されてますね。はい。まあ、特にまだね、パーフェクトポストプレイに関しては普及率が、まあ、たまにストライカーとかね、そういうフォワード系の限定で1人持ってるか持ってないかぐらいなんで、まだまだね、普及には時間がかかると思いますけど、うん。まあ、後半シーズンとかね、でも結構見るかもしれないですね。それこそ青図とかトップスコアーーあたりとかね、結構見る機会あると思うので、まあ、しっかりと押さえておきましょう。まあ、当然これ持った選手ね、あの、クラチャン向きと言っていいんじゃないかなと思います。 はい。じゃ続きまして、ポスト系もう一つのやつ見ていきましょう。こちらです。はい。ということで、ここはね、A がホルス 9B が起点の動きとなってます。まあ一応ね、ホルス9とポストプレイヤーの違いってよく聞かれるんですけど、まあほぼ変わんないですよね。ぶっちゃけね。うん。なんか目に見えてすごいなんかここが特徴的だなっていうのはあんまり正直なくて、 まあ似たようなスキルなんで、実はまあどっち持っててもなっていうのはあるんですけれども、まあ正直ね、そのさっき言った通り EP がね、あのポストプレイの方には裏30乗るんでね、ポストプレイヤーね。そういう風に見ると買いスキルには一応見えるんですが、多分違うと思います。はい。多分ね <laughs>。まあ一緒と思ってもそんな別に、なんかさほど別に何かあるわけでもないですけど、まあ違いが一応あると思えば、まああると思うんで。 はい、一応分けておきたいなと思います。でもまあこれは一緒に覚えておいても別にいいんですけど。まあ一応ちょっとね。あのこちらのね。その分け方によってね。うん、やっぱ若干違う。まあそのうんまあ、うん、<laughs> まあ難しいですけど、まあ、でもポストプレイヤーとか変わらないと思っていいと思います。特殊特別なんか、まあ厳密に言ったらね。多分あると思うんですよね。何かしら違いはね。細かい違いですけどね。うん、例えば発動位置がとか発動の軽さがとか細かいところにだってあるかもしれないですけども、厳密はほぼ一緒なんで。 はい、まあ一応開けときましたが、ここもね、まあセットで覚えておいてください。まあ B スキルのね、起点の動き最近出たので、まあでもあんまりなんか、どうなんすかね。<laughs> あんまりあれですけどね。うん、どうせ持つならもうホルスナインとかポストプレイとかしっかり持ってね、ポストプレイヤーとかパイクト,ポストプレイ持って、まあクラチャン向機能が使いやすいんでしょうけどね。まあこの B の起点の動きの意味は、うん、まあ正直どうなんでしょうね。スキルの組み合わせとかにもよる,よるんかな、ここもね。はい。 まあ、戦術的にはまあ面白いですけどね、こういうスキルね。はい。あんまりちょっと J クラではリーグ向きではないと、まあ言っておきたいなと思いますね。はい。ということで、えー、ここまでがですね、まあなんと、えー、シュートスキル系の、まあね、えー、スキルは以上となりますが、まあこれでね、前回、多分前回の動画で10いくつぐらいあったと思うので、全部で多分ね、こういうスキルなしでも15、6ぐらい種類があったんじゃないかなと思いますので、 まあやっぱり量が多いんでね、えー、しっかりとここは、えー、ごちゃごちゃにならないようにね、ぜひ、えー、押さえておいてください。ということで、じゃあここからですが、こういうスキルをね、順に紹介していきたいと思います。当然シュートスキルのこういうスキルなんていっぱいありますので、ここからまだまだね、結構動画続いていくと思うんですが、さ果たして、えー、まあどれぐらいあるのかというのをね、見ていきたいと思います。ではまずこういうスキル1つ目見ていきましょう。こちらです。 はい。ここはピクシー裏50ということでね。ここは TS3 弾のスト,イコビッチコストイコビッチ選手が持って、はい、いたスキルですね。はい。まあ、ロングループ券の上位として出てましたが、まあ、結構ね、古くなってはいますが、まあ、復刻とかの流れがあるんでないとは言えないですからね、新しくね。まあ、復刻の流れとかに乗ると、また最新版のね、ストイコビッチ選手が出てきたりとか。まあ、そういう流れが、まあ、今年どうですかね。まあ、来年以降とかも含めて、まあま、期待できなくはないと思うんで。まあ、名古屋サポの人とかは、 ね、こういうところの復刻とかも、まあ、一応楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですが、もしね、これ復刻すると、まあ、この系統のシュートスキルが強化されるとは限りませんが、まあ、されるとなるとね、また上の方が出てくると思うんで、まあ、増えていくと思いますけどね。まあ、どうなるか楽しみですね。はい。では続きまして、こういうスキル二つ目見ていきましょう。こちらです。はい、こちら東欧の暴れん坊で合ってんのかな <laughs> ちょっと怪しいですけどね。はい、ということで裏イピ50、裏 IP50% ということで、 はい、ここ TS6 段のストイチコフ選手が持ってきてましたね。柏のね。はい、えー、TS として登場してましたが、まあ、ここはコントロールカーブの上位スキルとして登場してましたね。うん。ちょうど確かこの時に、コントロールカーブっていつ出たんかなこの時に出たんかなこれのちょい前ぐらいですかね。でもほぼね、多分ね、登場時期変わんなかったんじゃないかな。コントロールカーブね。うん。まあ、僕もそこまでちょっと定かに覚えてないですけど、 うん、ということで、ここ、コントロールカーブ系の上位スキルがね、ここでも出てました。まあ、今言うとね、裏 IP50% なんで、まあ、クレッセントカーブと同等ぐらいなんですかね。うん。で、感じのスキルが、えー、この当時にね、もう登場しました。2011 2021年かなのシーズンの後半でしたね。ちょうど年明けて、まあ、2月とか3月ぐらいのースだったと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、ここもね、復刻とか来ると、もしかしたらね、この上とか持ってくるかもしれないんでね、まあ、どうなるか楽しみです。 はい。じゃあ続きまして、こういうスキル3つ目見ていきましょう。こちらです。はい。ここはトリプレスキルとして、エル・グアヘが出てましたね。はい。裏 IP50% ということで。まあ、ここは TS6 段のね、ダビド・ビジア選手が、はい、持ってきてましたということで。これ、スペクタクルボレルの上位スキルなんでね。まあ、実質1としては、そう、どうなんだろうね。<laughs> ま、でもないからね、一応、スペクタクルボレルの上っていうのはね。 まあ、ある意味、今でもね、こういう扱いみたいな感じになってますけど、まあ、派生がね、結構ボレースキルといえば増えてきてね、まあ似たようなスキルというか、まあ強さ的には似たようなスキルは出てきてると思うんですが、まあ今後ね、もしかしたらボレーもね、まあここの派生はどうだろうね、どっちかというとボレーがね、横に伸びそうだからね、いろんな種類とかね。 まあ、それこそね、オーバーヘッドとか、まあ、フライング系のボレーシュートとか、まあ、それこそ、もうすぐ、もうすぐ多分、スペクタクル系とかもね、まあ、スペクタクルじゃない、えっ、ー、と、バイシクルね、ごめんバイ、バイシクル系のシュートとか、そういうのも、まあ、出てきてもおかしくないね、え、環境になると思うので、ある意味、このね、え、スペクタクルボレー,ーの上というのはね、ちょっとね、レアかもしれないですね。はい。 まあでもダビド・ビジア選手もね、まあ、現役の時もね、それこそ青塚なんかすごい良いカード、グレード高いカード出てたりしてる選手なので、結構関わりはしっかりあるんでね、もともと現役の時からね。ということで、まあここも復刻とかね、あるかもしれないですけどね。はい、そういうところを含めてちょっと楽しみかなと思いますね。もしかしたらね、イニエスタ選手が TS とかで来た時の抱き合わせとかで見れるかもしれないですね、復刻ね。はい、というところで今後ね、楽しみな選手でもあると思います。 はい。じゃあ続きまして、こういうスキル4つ目見ていきましょう。こちらです。はい。ここはトリプル A スキル、魔法の左足ということでね。はい。裏 IP70% で、えー、持ち主は TS 球団の中村俊介選手ですね。はい。まあ、去年ね、TS で登場した中村選手ですが、さあ、ここはコントロールカーブのね、上位スキルということで、まだ、あ、この当時ね、クレセントカーブが出てない時でしたので、まあ、ここ突っ飛ばしての上位スキルとなってますが、 まあ裏、裏 IP70% のね、カーブ系のシュート。うん。まあ、魅力ですね。はい。で、まあ、僕もね、結構この中村俊介選手の TSS 持ってる人とかと対戦する機会やっぱあるんですけれども、結構ね、このね、魔法の左足、威力あるんですよね。うん。あんまりね、僕ね、いいイメージが、あんまあ、いいイメージ、受けててね、<laughs> 使ってる側じゃないですよ。うん。守ってていいイメージがない。うん。結構決められる。 イメージもあるかなって感じなんで結構強い気がすんですよねこのシュートスキルねということでまあシュートスキル強化とかねつけられたら余計に嫌だしねシュートセーバーでも結構止める止めれない時も全然あるのでなんなら 顔面なしとかでも僕止めれなかった記憶あるんでね、僕の使ってる村上くんとかでね、ちょっとね、うん、強いんじゃないかなと思うんですよね、シュートスキルの中でもね、威力がね。ということで、まあ、復刻とかしてきたらね、ここ結構楽しみになると思うんですけど、まあ十分ね、去年の TS なんでまだまだね、元気でもいけると思うんで、まあぜひね、気になる人は目をつけてみてください。はい、じゃあ続きまして、こういうスキル5つ目、いえー、見ていきましょう、こちらです。<laughs> すいません、はい。 ということで、TS11 弾の香川慎治選手が、はい、ここはね、トリプルスキル背番号8を受け継いだものとして、えー、持ってましたね、70%。まあ、近距離の最上位スキルと言っていいんですかね。はい。まあ、一応意味合い的には魂のゴールハンター、北斎のザボックスの上位という記載がありましたので、これどうなんだろうね、魂のゴールハンターと北斎のザボックスがそもそも上位回の関係にあるっていう見方でもいいのかもしれないし、まあ、それぞれの良さを受け継いだ、なんか、ね、まあ、 まあ言ったらこの W スキルで今、同等みたいな格好をさせていただいてますけど、まあ、一応派生が違うとは思ってるんですけど、まあそういう見方でもいいのかなとか、ちょっと難しいんですよね。な、うん、まあ、でかって言うと、この魂のゴールハンターというのは、もともと固有スキルで、あのー、まあ、岡崎選手がね、持ってたわけなんですけれども、その当時はゴールハンター上位として出てるんでね、で、う、ん。で x i 座ボックスも当然ゴールハンター上位として出てるんで、まあ、立ち位置は一緒かなと思うんですが、ここの記載はね、正直ちょっと気になりはしましたね。うん どっちも、どっちもの上位って書いてあるんで、で、この後とかに出てくるスキルもそうなんですけど、一応その、じゃあ、ね、その2つ、それぞれの上位っていうバラバラなんじゃないのって見え方もできるんですけど、まあ、ジーコ選手とかのね、とこもそうですけど、うん、まあなんか書き方的には同じようなね、書き方されてたので、ちょっとどうなんだろうというのありますけど、まあ一応近距離系の最上位として、はい、香川選手がね、持ってたということで認識をしてほしいなと思います。まあ当然、シュートしょ、ね、シュート射程距離に入れば強いスキルだと思うんで、まあただそこまで行くのがちょっと大変だったりしますけどね、 まあ、そこさえどうにかできれば、もう十分ね、今現在でも活躍できるカードかなと思います。はい。じゃ、続きまして、えー、こういうスキル6つ目見ていきましょう。こちらです。はい。ここはトリプル A スキル、無敗へ導いたもの、裏 IP70% ということで、持ち主が TS 第11弾の乾隆選手でしたね。はい。 ということで、まあ、このカードもね、結構やっぱ見ますけどね、去年の年末年始からん、ね、で、まあ、福袋をね、回した人とかが結構ゲットしてたりすると思うので、まあ、比較的この年末年始のね、TS というのは福利率が高いわけですけれども、ま、あ僕もね、当然退治したことあります。対戦したことあるんですけれども、うん、まあ、すごくいいシュートスキルに見えましたね。まあ、やっぱりね、その乾選手の、まあ、その、このシュートスキルの固有というところと、 まあ、あとはやっぱりね、そのスキル構成がいいんですよね。まあ、ダブルタッチのスペクタクルなやつ持ってますしね。まあ、しっかりとそこから抜けてきてというところで、まあ、打ちやすさもね、兼ね備えてるそのスキル構成が、これのね、さらにこういうスキルの良さを出しているのかなと思うと、まあ、結構やっぱりいいカードだなと思いますね。まあ、現環境でも、うん。まあ、特にウィングとかではね、トップクラスだと思いますので、まあ、ぜひ復刻とかした時にはね、ぜひね、そういったところを狙ってみてはいかがかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、固有スキル、7つ目、えー、見ていきましょう。こちらです。はい。ここはねと、えー、トリプルでもないね。フォース A スキルって言ったらいいんかな <laughs> はい。A4 つ目のスキルですね。フットボールドリーム、フライピー70%。で、トリプル A がこれ、上昇軍団の石杖ですね。フライピー50%。で、コントロールドライブというふうに続いていくわけですけど、これはね、TS 第14弾、カッコレジェンド。まあ、ジーコ選手ね。はい。 まあこれちょっと書き方的にはまあレジェンドの時に上昇訓断の礎というところでコントロールドライブの上位として出てるのと、まあそれのさらに上位として今回のね TS14 弾でフットボールドリームという位置づけで新スキル登場してますので、まあこの2つね、だから上2つがまあこういうスキルかな扱いになりますね。はい。 まあこれはね、もう言うまでもなく今、環境で一番強いんじゃないかなと。まあも文句ないんじゃないかなと思いますね。まあ正直、ジーコ選手のめちゃくちゃいいカード持ってれば、正直勝てるような環境なんじゃないかなっていうぐらい、もう王様級のカードになってるので、まあこの環境、まあそのんかある程度まだ続くとは思うんですよね。来シーズンとかになった時にいろいろね、また調整入ったりとかしてそうならない。まあそれこそ、まあジーコ選手に追いつくようなカードが、まあいろいろ出てきたりとかする可能性あると思うんですが、まあ少なくともまあ今シーズン以上は、 まあ今シーズン、来シーズン途中、まあ攻めもしかしたら来シーズンぐらいまで全然覇権は続いてもおかしくないんで、まあ本当に王様級のカードなんで、まあぜひね、復刻したらね、TSS チャンスあれば狙いたいという人もね、いると思うんですけれども、まあ当然強いと思うんでね、はい、ぜひね、ここはゲットしてほしいなと思います。まあ狙い目になると思います。まあ復刻おそらくね、まあ今年も、まあ去年だったら2月とかでしたけどね、年明けの、まあ今年ちょっといつ来るか分かんないですけど、まあまた来る機会もね、あるかもしれないので、ぜひね、そういった時に狙ってみてください。 はい。じゃあ最後ですね。固有スキル、えー、8個目ですね、えー。見ていきましょう。こちらです。はい。ここはトリプル A スキル和田摘みの矛ということでね。はい。ここは TS の第15弾中田秀俊選手の、えー、ベルマーレバージョンね。ベルマーレ平塚バージョンの、えー、TS の固有スキルとなってます。 まあ、これも強いですね <laughs>。これも強い。まあ、正直、今年の TS、いろいろね、強いカード出てますけど、まあ、やっぱり攻撃面は、やっぱ、ジーコな方。うん。この二人が、まあ、本当にダントツで抜けてるわけですけれども、まあ、断トツで抜けてるというか、その二人しかいないんかな、実質ね。うん。まあ、これまでのね、その、まあ、それこそ、例年とかの、まあ、22年とか21年とかのね、まあ、さっきこういうスキル紹介した選手、いろいろいますけれども、まあ、段違いにやっぱ強いでしょうね。新カードということもあってね。 でこの和田摘の保護もね、やっぱ結構強いっすからね。うん。ただジーコ選手とどっちが強いんだって言われたらジーコ選手なんだろうけどね。まあその、まあスキル構成の,あの兼ね合いとかもあるでしょうけどね。うん。まあでもこのカードもね、まあシュートスキル強化とか乗ったら止められないでしょうね、なかなかね。はい。 ということで、まあ、仕上がり良ければ、ここもね、まあ、打ってしまえばみたいなところあると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、復刻来た時には狙ってる人多いんじゃないかなと思いますけどね、特に得点力ない人とかは、もうこういうカード1枚入るだけで全然変わってくると思うんでね、はい、ぜひ狙ってほしいなと思います。な、ま、ん、あ、なら TS レベルでも結構強いからね、それでも全然ありですけどね、はい。ということで、まあ、復刻のね、目玉にもなりそうな、ここね、中田英寿選手も、ぜ、え、ひ、ー、ね、注目してください。 はい。ということで、えー、ここまでね、こういうスキルが、えー、8ということで結構多かったですけどね。はい。ここも、えー、合わせてまとめさせていただきました。ではですね、最後に、えー、今回ね、まあ、1、2とやってきましたけれども、まとめとして、まあ、シュートスキルの現在の環境とかをね、えー、述べていきたいなと思います。では、まとめていきましょう。こちらです。はい。23年11月時点でのシュートスキル環境としては、 やっぱりね、まあ、異次元、カーブ、ドロップあたりが、まあ、派遣を握ってるかなっていう感じですね。はい。まあ、特に普及率で言うと、異次元ドロップはいい勝負をしてるんじゃないかなと思います。で、カーブシュートの選手も、まあ、ウィングとか、シャドウ、トップしたまあ、CF にはあんまり普及してこないようなイメージありますけど、まあ、そういうところを含めてね、結構普及率、まあ、上がってきてるスキルでありますので、まあ、それこそね、最近、直近の、まあ、森島選手のフォーカスとかね、そこら辺が持ってきたりとか、まあ、してるところもありますので、異次元ドロップほどのね、まあ、 目立ち方はしてないんですけど、まあ出てきたら強いということでね、まあこの3種がしっかりとやっぱりね、これからも、まあ目立っていくんじゃないかなと。まあそういう環境がちょっと続いていくんじゃないかなというところですね。はい。で、まあ今後もね、まあ多分来シーズンとか明けてもある程度このバランスというのは続いていきそうかなというところで、まあ主要スキル、まあ教習とスキルとして、まあしっかりと抑えておく必要があるかなと思います。で、あとやっぱりボレー系ね、これに関しても、まあ新派生とかもね、増えてきて充実してきてますし、まあいろんな種類の まあね、オーバーヘッド、まあフライングボレー、まあ普通の通常ボレーとかね。まあそういう感じで、まあいろいろ種類が出てきてますので、まあここに関しても、まあどれぐらいのね、 まあ今後ね、増え方していくのが、さっきも言いましたとり、バイシクルシュートとかね、出てくるのかどうかっていうとかで、またね、変わってきますし、オーバーヘッドの上位が出てくるとかね、いろいろ上位スキルの伸び方とかもいろいろあると思うんで、ここもね、ちょっとね、注目してほしいスキルかなと思います。ワイドレンジクロスターがね、出てきて、クロス系とかもね、充実してる影響とかも結構もろに受けてくるえスキルなので、まあ結構これからもね、バボレ系はやっぱ注目度高くなっていくんじゃないかなというところを、シュートスキル関係に関してはね、ここ赤字で書いてる特に上でしたね。 えー、しっかりと押さえておいてほしいなと思いますし、まあ、今後のね、えー、育成する選手の見立てとか、まあ、ね、例えば自分の自チームのね、フォワードの選手来た時にどういうスキルつくかなというところの、ま、いろいろ参考とかにしていただけたら、まあ、予想とかにもね、使っていただけたらなと思います。 はい。ということで、えー、今回ね、シュートスキルまとめ2ということで、えー、1本ね、動画撮らせていただきました。ま,あ、またね、えーまあ、これでシュートスキルもまとめ終わったので、一旦スキル全部ね、まとめ終わったことになりますので、まあ、スキルまとめの動画はね、これで一旦終わりとなりますねで。あとは、そうですね、またね、シーズンオフとかになったりとか、まあもしかしたら来シーズン明けとかになるかもしれませんけど、またね、定期的には半年に1回ぐらいは、しっかりとまとめていきたいと思いますので、皆さんもね、とりあえず現時点でどういったスキルが出てるのかというのをね、 ぜひ、えー、こういった動画を通してね、しっかりと押さえておいてほしいなと思います。まあ少なからずともそれをね、押さえておくことで役に立つことも、まああると思うんでね、J クラやってる上でね。はい、ということでぜひね、えー、しっかり押さえましょう。ということで、えー、今回のね、スキル解説動画、シュートスキルまとめ2の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。これて失礼します。バイバイ。